ガオー浜田山虎の子不動産です。大阪観光大などを運営する学校法人明星学園は16日大阪地裁に民事再生手続きの開始を申し立てましたと。同学院をめぐっては元理事長が昨年業務上横領で起訴されています。民間信用調査会社によると明星学園は1921年創立で、新生児の負債は約7億6000万円。同学院は大学高校の教育事業を従来通り継続しながら事業を再建するとのコメントを出しました。それではお先に失礼します。